グッドグッドグッドパイロットでございます。死ぬまで映画紹介するチャンネルでございます。今回はね、結局のところ何が面白いのって言ったら、やっぱりジブリだよね。ジブリはもう大体外れない。私が思うに千と千尋はもう神、もう神隠しだね。千を出せ千を出せ有名だし、ああやばいよね。あの映画何がやばいって、超面白い。ファンタジー映画にしても神木くんが坊の役でやってるんだけど、クソ坊主頭のハゲ頭の夏木マリさんが湯婆婆でおばあちゃん役なんだけど、これがね、坊って言ってすっごい可愛がるんだけど、幼稚なんだよね坊。神木くん神隠しだけに神ってるね。とてつもなくあの映画はね、最後って言ったら見ていない視聴者さんには悪いんだけど、バイバーイがすっげえ好き。そう、それだけ、それだけ見てほしい。これが伝われば本当にジブリシリーズを見たいと思うから、バッドでもグッドでもコメントで、あ、このジブリ紹介してほしいって言ったら俺に言って超紹介してあげるから。じゃあグッドグッドグッドパイロンだからね。グッバイ。